君の血忘れてた。お待たせしました、ゼノン公爵。協力に感謝します。いえ、アイリス王女。それでシド・カゲノウという生徒が犯人である可能性が高いそうですが。状況的に怪しいのは事実です。ただ私は彼を信じたい。私も妹の学友を疑いたくはない。彼については報告を待ちましょう。上層部としては扱いづらいのでしょうね。私はお気持ちはわかります。弟、シドを助けに行くのよ。邪魔しないで。クレアさん落ち着いて。私は冷静よ。弟のために。ほら、さっさと行け。傷はすぐに治るけど、それをやっちゃモブとは言えないしね。後で。久しぶりアルファ。でも僕のサポート当番って今はベータだよね。なんでアルファが？連絡があって戻ってきたのよ。みんな普段は自由に暮らしてるんだろうけど、こうしてたまに設定に付き合いに来てくれる。ありがたいことだ。ごちそうさま。貧乏男爵家のパッとしない学生ならちょうどいい。騎士団は信用できない。教団が入り込んでる？ええ、間違いなく。王女誘拐は教団の手のものよ。目的は濃度の高い英雄の血。あなたが何か大きなものを抱えているってことくらい。でももう少し私たちを信頼して。ところであなたを尋問していたあの二人だけど、先に消しておいていいかしら。デルタも来てるし。デルタいるの？あなたに会いたがってたわよ。グラスもフレンチ製45万ゼニー。盗賊狩りをしたのも、這いつくばって金貨を拾ったりしたのも、全てはこの影の実力者コレクションを充実させるため。